はい、ということで今回なんですけども、以前動画でレビューさせていただいたツイステッドワンダーランドのプライズエクストラぬいぐるみですね、こちらの前回獲得できなかったこの5人手に入れることができましたので、残りのこの5人紹介させていただこうかなと思います。はい、じゃあまずね、1体目ということで、ハーツラビュルの寮長リドルローズハートくんですね。こちらがね、リリースされてちょうど1週間ちょい経つんですけど、なんだかんだメルカリで一番レートが高いキャラになってるっていう感じです。そう、確かに2番手3番手ぐらいの人気でなくなってはいたんですけど、後々からね、リドルくんのまあ元々可愛い顔してるっていうのと、やっぱぬいぐるみに対してシナジーがすごい高いっていうことで、結構ね評価が高くて、それに伴ってすごい欲しい人が増えてきて値段が上がってきてるって感じですね。 K-BOOKS とかでも入荷しましたって出ても、その数時間後にお迎えいただきましたっていうツイートが流れてるぐらい、中古グッズでもね結構枯渇してるらしくて、見てる感じだと市場で一番出回ってないキャラなのかなって感じです。表面はこんな感じで、特徴ある王冠もフエルトで再現されてて、まあマントも同じようにフエルトで再現されてて、可愛い顔に対してのぬいぐるみ化ってやっぱ可愛いね。うん、語彙力ないなそうそうそう、まあ安定感あるよね、すげえ安定感ある。ただ僕マントあるキャラをクレーンゲームで撮るのすごい苦手で、クレーンの爪の引っかかりがすげえ難しいんですよ、僕の中で。難しいし、若干やっぱね、この分重くなるのかなってちょっと思ってて、だから結構苦手なんですよ。当日もね、結構敬遠してた。うん、敬遠してましたね。ただやっぱ可愛いね。うん、確かに今回のぬいぐるみのラインナップの中だったら、まあラギーと、そう、リドルくんとエースくんは、うん、すげえ可愛いなって思います。じゃあ次、ユースくん。リュースくんもね、うん、なんか、ツイッターでね、イラストが上がってたんですけど、同人漫画っていうのかな。リュースくんが、なんか自分のぬいぐるみを見て、この口の部分がムッとしてるのを見て、あ、俺こんな顔してんだっていう風に、淡々とぬいぐるみを見るっていうツイッターの画像が上がってたんですけど、それのおかげか、このぬいぐるみの認知も増えたっていう感じですね。裏面がこんな感じ。まあ、可愛いよね。普通に可愛いと思う。個人的にハーツの中だったらデュースが一番好きなんですよね。うん、なんかすごい真面目感が個人的にはポイント高いっす。じゃあ次、トレイ先輩もね、これね、クレーンゲームだとね難しいんですよ、この帽子のせいで。僕だいたいぬいぐるみ転がす戦法をやるんですけど、こうやって転がそうとするとここが引っかかってなかなか回ってくれないっていうことで、結局これ1体しか獲得できなかったっすね。表面がこんな感じで、裏面がこんな感じ。トレイ先輩に関しては元々の1箱に対しての割合が少なかったみたいで、結構トレイ先輩も人気が上がってすごいプレミアム化しちゃってるっていう状態ですね。うん、かわいい。良いでしょう。良い。じゃあ次、ケイト先輩。ケイト先輩はね、まあなんか、まあちょっと言葉悪いんですけど、ハーツの中では一番やっぱ残ってはいたんですけど、別にもうちょっと評価されていいキャラだと思うんだよな。まあ表面がこんな感じで、裏面がこんな感じ。で、特徴ある前髪。うん、前髪は、まあ、こんな風に、まあ、折り返されてて、ここ本当は、こうやって、ピンで留めて、ファってなってるんだけど、ここは別の布で再現してるって感じですね。よい。こちらも良いでしょう。残りが、クローリー先生。まあ、うん、クローリー先生に関しては、まあ、順当に残ってるよね、っていうところで、ぶっちゃけね、今も、結構1週間経ってるんですけど、残ってるお店はクローリー先生だけ残ってるっていう状態です。いや、クローリーさんはね、最初から残るって分かってたけど、残るかつこいつが一番重いんですよ。重いし、このマントのせいで爪がね、なかなかやっぱ入りづらいし、入りどころが悪いと持ち上がりもしないんで、クローリー先生欲しい人はね、結構苦しんだんじゃないのかなと思います。
表面がこんな感じで、裏面がこんな感じで、まあちょっと僕が獲得した状態からそのまんまにしてるっていうのもあるんですけど、まあこんな感じだね。帽子が重いのよ、帽子が。でね、気になる仮面の下はね、まあ案の定縫われてるのでわからないっていう感じです。グッズもねそんなないから、多分ねクローリー先生推しの人はすごい待ってただろうっていう感じあるけど、取りづれえ本当に取りづれえ、取りづれえゆえに今相場ってだいたい2000円ちょいなんですよ。2000円から3000円台で収めてるので、変に今取りに行こうと思って取りに行って1プレイ200円とかだったら、そこでやらずに買った方が安いかもしれない。マジでね、僕も今回多分やった中でなかなか、うん、お金投資しました。そう、以上がね新たにレビュー、まあ、させてもらった5体になります。はい、ということでね、じゃあ全部紹介させてもらうと、ハーツはこんな感じの5人ですね、うん、やっぱ全部揃うと可愛いね、うん、なんか1個取っちゃうと全部集めたくなる気持ち分かるわ、すげえ分かる。こんな感じでございます。サバナクローの3人がこんな感じですね。1週間経った今見ると、予想してた通り、うん、ラギー君の人気がすげえ出始めたなっていう状況なんですけども、まあこのレオナさんはレオナさんでやっぱいいよな。獲得して後々トモノイとかの画像をチェックして、こっちのが可愛いんじゃねっていう話が今すごい上がってて、うん、まあありなんでしょうね、彼女たちからすると。トモノイの顔ってあ、ちょっとリアルさが逆に出すぎちゃってるっていうのもあるんだけど、これぐらいデフォルメしてもらった方がやっぱいいのかな、追加に関しては。まあこんな感じです。で最後にこちらグリムくんとクローリー先生ということでね、グリムくんに関しては、うん、なんか程よく安定してるね。相場も別に下がらず上がらずっていうことで、初期のレートのまんままあ、推移してるので、あんま下がるっていう傾向はないから、今買っちゃってもいいと思います。でクローリー先生はね、先ほど説明した通り自分で獲得するには一番難易度高いんで、これはマジで買った方がいいです。 K-BOOKS とかでも多分3000いかないと思うんで、そう、羅針盤とかもそうかな、そっちで絶対買った方がいい。うん、そこでね顔を選んで買うとかの方がマジでおすすめです。多分ね絞ってくるぞ、ゲーセンは絞るぞ。これでもまだ他のキャラなくなっても100円でも多く稼ぎに行こうとするから、マジで気をつけた方がいい。うん、以上がね今回手に入れたエクストラぬいぐるみの紹介でした。この動画が良かったらチャンネルグッドボタン、またはチャンネル登録していただけるとありがたいです。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。